見た目以上にポンコツ、サラちゃんでございます。はい、こんにちは。はい、春ですね。本当に暖かくなりました。そんな中で、3月期はですね、7台出荷ということの1台でございます。ご紹介いたします。結構ね、簡素化されてると思いますが、このまんまでも登録できます。はい、今回のね、このザ・クリスト、ザ・クリストであってはですね、はい、ワープルさんからですね、取り付けと、まあ、車検が通るよう最低限でということでね、ご依頼いただきまして、この後ボディはお客様がつけるんじゃないかなと思いますけど、その辺はちょっと私ども承知おきしませんが、はい、とにかくつけてみました。まあ、最近ですね、レッカー車の装置非常に高くなってますよね、皆さんご存知のように。ですからザ・クリストについてのね、問い合わせ多いです。で、実際に、まあ、私どもも、ここと3台ね、もうつけさせていただいておりし、もう実際に使われているということでね、何ら問題ないというようなご意見いただいておりますのでね、今日はザ・クリスト Z353 ご紹介したいと思います。そういうわけでね、今日はですね、ザ・クリストをご紹介したいと思います。はい、ザ・クリスト、日本に入ってるのはですね、ワープルさんがね、輸入しておりましてですね、はい、Z、これの353、はい、この下にですね、252があります。はい、その上にはですね、453というのがありますけれども、もう大型353で十分だと思います。はい、このリスト下げたところで15トン以上、はい、伸ばしてフルに伸ばした状態で7トン200上げますから、まあ、全然問題ないんじゃないかと思いますけどね。はい、今回取り付けているシャーシは非常に短いです。4700、お客様がどうしてもね、短いものに積みたいということですからね、これからフロントウェイト調整等をしなければ、リフトが勝ちすぎていてどうにもならないんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとね、これを見るとね、こんな簡素化というのは実際、これでも十分ね、引けますから、これウェイト背負ってもらえばね、はい、巻き込み投資、防止装置もついてますからね、登録これでできるはずでございます。ざっくり言うとのね、仮装っていうのをわざわざ私どものね、仮装工場に頼まなくてもね、ちょっとで、ね、溶接技術と劣化を理解している人がいればね、簡単に取り付くんですよね。ちょっとその辺説明したいと思いますよ。はい、フレームシャーシーね、はい、これでシャーシーは補強してください。すごい能力持ってますから、見た目より強いですからね、必ず本フレームも補強版してくださいね。はい、その上にですね、100×150 の 9 ミリのね、角パイプサブフレームというようにね、敷いていただいて、その上にですね、付属品のこのマウント、これつけていただいて、これつけていただいて軸を順に入れますと、もう歪みがないです。誰がつけてもピリッとつきます。はい、上げ下げのストロークはだいたい430ぐらいですからね、測っていただいて430以上あっちゃうとリフトが地面につかないってようになりますかね、そんなに難しいものは一切ございません。はい、ではね、ちょっと機械動かしてみましょうかね、どのくらい動くものかね。はい、上げシリンダーとホールドシリンダーが一緒になってるんですよ。ですからフックをかけて、切り替えるというね、操作が必要なんですよ。まあ1日にね、5台も6台も大型運んでる会社だったら面倒くさいなーってあると思うんですが、まあ1日に1回あるかないかだったら全然問題にならないと思うんですよ。はい、その操作やってみたいと思います。はい、普段はこのようにね、ロックかかってます。はい、このロック効いてますからね、一回リフトの方を動かさないとここが緩みませんのでね、やってみたいと思いますけど、普通ね、作るとこの辺にスイッチがついてて簡単に自分一人でできるんですが、これはまだ途中ということでね、はい、緊急レバーといいますか、切り替えバルブ直しかありません。はい、電気式のバルブは動かしておりませんのでね、はい、ここで緊急バルブでやってみたいと思います。このようにね、いっぱい縮めていただきます。はい、これ外れていますので、これ上げていただきます。はい、ここにスイッチがあれば片手でできるんですかね。はい、それから下ろしていきます。はい、この時点でですね、今ここがロックしてると思うんですよね。このロックをね、
開けて、下ろさなきゃならないという、これがちょっと面倒くさいなところでございます。はい、この状態でですね、ここで、この機械はですね、353にあっては15トン以上上げます。ここで15トン以上上げます。はい、じゃあちょっとね、大ちゃんちょっと2人しかいないから手を貸して、ちょっとこれを押してね。伸び縮みいたします。はい、伸ばします。今ねアクセルも何もついておりませんのでね、はい、一定回転で今ポンプ回しておりますからね、ちょっと呪いかと思います。はい、これでいっぱいです。はい、ちょっと測ってみますね。はい、バックパネルね、はい、こちらからですね、ちょうどバックパネルそこですからね、はい、測ってみますとね、はい、クロスバーまで3メーターございます。3メーターあれば十分だと私思いますけどね。はい、これからねチルト入りますよ。はい、当然ね下の方もね、かなりですね、チルトが下向きになりますよ。はい、この位置だと地面当たっちゃうかと思うんですがね。はい、牽引するときにはですね、はい、はい、このまま、セットしたらこのように上げていただいて、ロックがね、かかると思うんですよね、ガチャーンとね。はい、はい、この中でですね、位置を決めていただいて、牽引をするというのが基本ではございます。はい、しかしながらね、今日本に来ているザックリフトはですね、この中にですね、チェックバルブを入れていただいておりますのでね、もう途中で、止めても、ね、落ちることはございませんが、基本的にはこのロック今入りましたよね、これ入ってあとはチルトで調整してもらって走るということになります。はい、リフト一番上下げ、これが43センチぐらいというようにお考えいただければいいかと思います。はい、今ついてるのがね、一番マイナス側がおそらく50ミリぐらいしかない、理想な取り付けを私やったつもりでございますのでね。はい、そんな難しいものは何もないんで、はい、この奥ちょっとタイちゃん照らしてやってくれ、見せてあげて。はい、はい、こちらの方ね、やはり中を切って、メンバーをですね、最終メンバー取っちゃいますのでね、はい、一つその辺はしっかりとメンバーを結ぶようなものを補強するもの、こういったもので入れておいてくださいね。サブフレームを敷く前にフレーム補強をしてください。サブフレームも頑固なものを入れてください。はい、これにはですね、9ミリアーツの100の150を入れさせていただきました。はい、それに、マウントを乗っけてください。この辺しっかりしないとですね、本当にねじれちゃうというようになります。点火銃でかかりますからね。はい、私はねザックリフトで、そのお値段的とかで、作りの簡素化っていうんですかね、単純な作りしてますから壊れるとこないんですよね。それで考えますとね、非常にいい機械じゃないかなと思っております。現にね、本当1週間に1回ずつぐらいはね、お問い合わせいただいておりますのでね、ザックリフトについてとか見積もりとかね。はい、これからこういう形のレッカー車っていうのは増えていくような私は気がしますけどね。はい、いつもね、サダチャンネルをご覧いただきまして本当にありがとうございます。サダチャンネルを見ていれば業界の明日が分かります。これからの方向性を私は皆様方にお知らせしているつもりでございますからね、皆様もその点をちょっとね、頭の中に置きながらですね、サダチャンネルをご覧になっていただければありがたいと思います。いつもいつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ザックリフト、これからの主役になるかもね。ありがとう。走れ走れどこまでも、甲斐の国から駆けつけろ。走れ走れどこまでも、その笑顔が見たいから。厳しい道のり乗り越えて、明日に向かって。
情な